添島千100八1008八10088月15日から1954年2月15日は日本の明治期から昭和期の完了。出原内閣の農林大臣や関東証券の社長を務めた。以下及び君党は13位、君に党、佐賀中学校から育文館中学校に転校。第一高等学校に進学し、東京帝国大学法科大学を卒業した。 農商務省に入省し、農政課長、食料局長、製鉄所持長、鉱山局長を歴任した。1925年に、農商務省が商工省と農林省に分割されると、商工省商務局長に就任し、関税率改正準備委員会臨時公安調査会、国産振興委員会委員、関税常設委員会、損害保険制度調査委員会、 不当連売審査委員会などの委員を務めた。退官後は、大阪株式取引処理,理事長、東京株式取引処理,理事長、日本証券取引所総裁を歴任した。1946年1月に、出原内閣で農林大臣に就任し、5月の総辞職まで務めた。1946年6月5日、貴族院議員に直任され、 1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。昭和29年2月15日公居。去年74。墓所は東京都港区元麻布の建想寺。この寺院は佐賀藩の菩提寺で、明治時代以降も佐賀県の出身者が多く、葬られている。改名は、秀で院伝鶴区も先方大醐寺。ありがとうございます。